JGDIY チャンネル。撮影機。JG の撮影記録を紹介します。皆様こんにちは、JG です。信濃池と狭山池公園の桜。1. 信濃池。本日は2023年3月27日です。これから狭山池公園へ行くのですが、信濃池の桜も咲いていたので寄ってみました。まだ四分咲きでしょうか？白鷺駅で電車に乗ります。2. 狭山池公園。南海高野線の大阪狭山市駅です。狭山池公園の最寄り駅です。大阪狭山市役所の桜です。サヤリンと桜です。狭山池公園でもらったチラシです。桜の種類は早咲きの腰の彼岸、去年は4月に入ってから来たので散っていました。狭山池は616年に築造、日本最古のダム式ため池である。大阪府立狭山池博物館は入場無料です。大阪狭山市のゆるキャラ、サヤリンですがお父さんが友人なので竜の体なんですね。水門でしょうか？狭山池博物館が見えます。友人の祠です。友人社の鳥居です。サヤリンベースです。
サヤリンです。強力なキャラクターです。PL の塔と桜。史跡名称狭山池。狭山池周辺には狭山藩の陣屋があり、秀吉の小田原征伐後、伊勢宗瑞の子孫の北条氏が統治していた。PL の塔こと大平和記念塔。狭山池は一周約2850メートルなので結構でかいです。以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。コミュニティに投稿を始めました。見ていただけると幸いです。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら。